日本東京都中央区月島が津島は東京都中央区の地名。現行行政地名は月島一丁目から月島指定目。郵便番号104-0052。1892年の東京湾見おさらい計画に基づき、東京湾から春設した土砂を利用して埋め立てられ、月島一号地として完成した。埋め立て当時の月島は工業用地とされ、 運河に面した土地には工場や倉庫が多く作られた。比較的古い時代の埋め立て地なので、裏通りには木造住宅が密集したエリアがあり、狭い路地などもある。1988年東京メトロ有楽町線月島駅開業。2000年都営地下鉄大江戸線月島駅開業。近年は高層住宅の建設が盛んに行われている。 中央区沿岸部、隅田川の河口に近いエリア。もともとあった筑田島、石川島を拡張する形で埋め立てが行われた。月島一号地にあたる。月島2.3号地は勝時、月島4号地は晴海にあたり、現在は月島の町域外になる。面積は2.279平方キロメートル。近隣の築地などと同様に当初は月島と名付けられ、 やがてそれが月島に変えられたという説が国語辞書に記載されている。それとは別に東京湾内にあった月の岬という月見の名所から名付けられたという説も存在する。もんじゃが有名でありお好み焼きも販売されている。月島において戦前からあった定番のの具を入れて食べるお好み焼きから変わり種のお好み焼きが開発されていった。 清澄通りから日本隅田川寄りにある商店街には70軒以上のお好み焼き屋がの木を連ねている。また、この通りの2番街と3番街をつなぐ交差点に、東京に現存する交番で最も古い建物があったが、2007年3月31日をもって、この西中通交番は役目を終え、翌4月1日から建物はそのままで、 西中通り地域安全センターに移行した。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。